こんにちは、池永です。今日はね、ミンネで販売しているこのドットと、これちょっと分かりにくいんですけども、かわいいアヒルかな、ガチョウかな、ここにね子供がいてて、地模様がある布なんですね。分かりにくいな。あのミンネの写真でも分かりにくいかと思うんですけど、実際見たらすごく可愛いんですね。だいぶ前にねこれちょっとだけ買ってみたら可愛かったんで、今回はね巻きで買いました。そしてこの赤いドット、もう一目惚れでね買いました。買いましたって一旦で仕入れてるんですけども、可愛くて、でもうこれ一目見た時から思いつくものがあってね、どうしても作りたい。でもう今朝も我慢できなくなったんで、いろいろとね順番に作っていく、その順番を無視して作りたいなと思ってます。合う赤っていうの、赤はたくさん持ってるんですね。ヘクサゴンの赤いの作ったんですけども、それの時に多分買ったんだと思うんですね。ヘクサゴンの中心の赤ね、実は何色も使ってるんですね。その方が変化が出るということで、微妙に色が違う赤と、この朱色とエンジがかった赤とかね、赤は無地で結構集めてました。でこれが出てきたので、この赤どっちしようかな、いうこっちの赤、こっちの方がぴったりくるなと思うので、もうこの布見た時にあの子が目に浮かんで、どうしてもそれのポーチを作りたいなと思ってね、この生地を入れました。でこの黒を入れるとね、男の子の方になっちゃうんですけどもね、まあいいかなと思って、黒を入れると締まるので、これでね作っていきたいなと思います。はい、型紙を作りました。こんな感じです。これが口部分に使うスカラップですね。こんな感じでね型紙に書いてきました。で 横幅全部、この細いのも全部21センチです。はい、ではもうね生地を切ってあります。でこれがここはね底になるので、このドットの生地は少し反転させて続けて切ってます。縫い代は全部7ミリで取ってます。そしてここがこの赤い布ですね。そしてこの間、この細いのがこの白い布でしようかなと思います。そしてこのスカラップがね、この型紙で写してます。こういう風にして、でスカラップはこの接着芯を裏地にして塗っていこうかなと思います。もう切ったんですけど、口部分にこのね黒い生地バイアスに切ってます。30センチが2本ですね。ではまずこの間を塗っていきます。はい、ではこんな風にして縫えました。なんか可愛い。で裏向けて、ここなんですけど、ちょっとこのボーダーは浮き上がらせたいのでね、浮き上がらせたい方に縫い代を倒します。で縫い代ね多いとね、ここ重なっちゃうから 5mm の縫い代に切り揃えました。でアイロン温まったので、白いボーダーの布の方に倒します。でこんな感じで表に返すと、ここが盛り上がってます。でこちら側も同じように白い布の方に倒していきます。縫えました。そしたら次にこのスカラップ塗っていきたいなと思います。ではこれ接着キルト芯で、これ布製なので、これが接着面ではない布の方ですね。それと表地と合わせて、でこのスカラップ状に塗っていきたいなと思います。はい、ちょっと見えにくいですけれども、スカラップに縫いました。ではね、3ミリぐらいの縫い代で切っていこうかなと思います。こんな感じです。そしたらこの切り込みのところ、ギリギリまでここ切り込みを入れます。糸を切らないようにもうギリギリまで入れていきます。こんな感じで切り込みを入れた方が綺麗に収まったので、全部切り込み入れたいなと思います。こんな感じできっちりと接着してパリッとしたスカラップになりました。じゃあもう片方もやっていきます。スカラップ2つできました。そしたらではこのスカラップをここにきっちりと貼りたいんですけども、
このギリギリのところを出したいので、この両面接着テープ7ミリこれをね、ここに貼っていきたいなと思います。もう片方も同じように、この長さ6センチのところに線を引いたので、そこにきっちりと合わせて貼っていきます。そしたらここギリギリを折りたいので、ちょっとこの段ボール厚紙を使ってね、このスカラップギリギリのところをこうして出したいんですよね。剥離紙を剥がして、今折り返したところに貼っていこうかなと思います。はい、こんな感じで仮止めができました。そしたらね、この出た分を切っときたいなと思います。反対方向も同じようにやっていきたいなと思います。はい、では一回り大きい接着キルト芯を用意しました。ちょっと厚みが中ぐらいの綿です。そしたら接着していきます。キルティングしました。私はミシンでしたんですけども、手でされたらね、すごく良くなると思います。透明の糸でこういう風にして格子にミシンキルト入れてます。そしてこの白いところもこの2本キルティングしました。21センチのこの横幅に合わせてバイアステープ2本切りました。4センチの幅でちょっと長めですけども、22センチぐらいあれば大丈夫です。ではここにね、こうしてバイアステープこう貼っていきたいなと思います。はい、ではバイアステープがついたので、こんな感じで、そしたらここを合わせて横を縫い合わせていきたいなと思います。その時にこの縫い合わせをね、きっちり合わせて縫いたいなと思います。はい、この両側マジ作りました。4センチの位置です。切り落とします。はい、ひっくり返してみて、両方もきっちり貼ってます。スカラップがね、ちょっとここ離れてしまってますね。まあこれでもいいかなと思います。はい、ちょうどいい長さがなくてちょっと長いですけれども、切って収めていきたいかなと思います。ではね、仮止めしていきます。ちょうどこのバイアステープのね、上のツラとこのファスナーのツラを合わせたいなと思います。一番端は三角形にね、この内側に折り返しておきます。でここに当てて、では表に響かないように星止めで留めていきます。表に出ないようにして、出てるところから1ミリくらい返して、このバイアステープのこの中を通してます。
はい、ここまでできました。でこれね、もうピコンとしてるのが嫌だったらもう止めようかなと思ってます。もうちょっと長く切ったらこういう風になったなと思うんですけども、切っちゃったんでね、こんな感じでここ持ち手にもなったなと思います。で裏地がないので裏地を仕立てていこうかなと思います。21cm×36cm に切りました。そしたらこの両端を 7mm の縫い代で縫ってきます。はい、では両端縫ってまち 4cm 縫いました。今回はね、スポットかぶせるので返し口はいりません。 7mm の縫い代で折り返してアイロンかけときます。縫い代を内側に折り返したのでここにすっぽりとはめていきます。ここね、ファスナーが重なってるのでこういう風にしっかり重ねて、その上から裏布をかぶせます。ギリギリね、縫い代が見えるか見えないかのところでかぶせてクリップで仮止めします。ではこの内側まつっていきます。裏地がつきました。こんな感じですね。でファスナーの汚いところも全部隠れてるので、では 1.8 センチのくるみボタンを作っていこうかなと思います。くるみボタンが4つできたので片方ずつね、つけていきたいなと思います。このスカラップのここの中心にこうして配置したいなと思います。こうして、完成しました。かわいい、あのネズミちゃんが着ているね、お洋服に似させようと思って、こんな感じかな。ここボタンがあって、まあ、おリボンがここにあってもかわいいなと思います。でヨーヨーキルトのこのファスナーエンド、まあちょっとねここで収めようと思ったんですけども、こう引っ張る時に何か持ち手があった方がいいなと思ってこの長さに切りましたけども、もうちょっとのこう長く切ってね、ここ輪っかにしてここ留めつけたらね、こう持ち手にもなるなと思いました。ちょっと切りすぎちゃったんでこの長さになりましたが、ここにねこう貼り付けてもいいかなと思います。まあでもこう出てる方がねこう持てるしねこんな細いとこもちっちゃくてもちょっと持ちやすいし、で裏地はね後から貼り付ける方法でやりました。そうお襟のスカラップのようになって、でポイントにこうボーダーつけて、このねちょっと大きめのドット 1.5 のドット、大きいんですけどもこういう風にするとすごい映えて可愛くなるかなと思った通りになりました。そしてここキルティング透明の糸でね、このドットを潰さないようにこの間に入れてます。はい、ご参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。